今、世界9カ国で翻訳されたとある書籍が日本に上陸し、話題に。タイトルはズバリ、射精責任。一体どんな内容かというと、書籍にはこう書かれています。セックスをするから望まない妊娠をするのではありません。望まない妊娠は男性が無責任に射精をした場合にのみ起きるのです。そう、望まない妊娠の問題。男女の体の仕組み、避妊具の手軽さの違い、出産、子育ての現実など、あらゆる角度から避妊をしない男性への訴えが綴られているのです。例えば、排卵はコントロールできないが射精は違う。男性用避妊具は驚くほど簡単に手に入る。女性は妊娠から途中退場できない、など、このような訴えが28個の提言としてまとめられているのです。読者たちからは、共感したし、モヤモヤが晴れて勇気づけられた。タイトル見て驚いた人ほど読んでほしい、と共感の声に対し、女性も否認できるし断ることもできる、全て男性の責任ってのは間違ってる、批判的な声も上がっています。賛否両論ありますが、現実問題、思いがけない妊娠の結果、リスクや負担の多くを背負うのは女性です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。 NPO 法人君の隣代表の東田美香さん。仙台で思いがけない妊娠で悩む女性たちの支援活動をしています。この日は以前から支援している女性とともに区役所へ。今日はですね、3月の末から継続支援していた方が先日無事ご出産なさって、出生届を一緒に出しに来る。20代前半の佐藤さん、彼氏と別れた後に妊娠が発覚。産むか産まないか、親の説得、産んだ後どう育てるか、全てを彼女が抱え込むことに。悩みに悩んで、一人で産み育てる決意をしました。まずはちょっと一旦引き続き人がいる、ちょっと心が悩み、選択を迫られる女性。一方で、東田さんは無責任な射精をする男性たちを見てきました。ゴムしてって言ったんだけど、してくれなくて、でも断りきれなかったですみたいなのはよくあります。妊娠検査薬で陽性が出たで出したら、なんかごめん受け止めきれないみたいな一言で、で LINE はブロックされて終わり。この活動を離れて一般社会に行った時には、ちゃんと責任が取れるまとめな男性がいっぱいいるのも分かるんですが、ことこの活動だけやっていると、本当にろくでもない男しかいないなっていうのが感想ですね。否認をしない、妊娠の責任から逃げる、そんな一部の無責任な男性たちの意識はどうやったら変わるのでしょうか。今夜は話題の書籍、射精責任から、思いがけない妊娠をどう減らすか考えます。さあ、今日はですね、射精責任という本が注目されているということで、特集でお送りしますけれども、雅子さん、いかがでしょうか。はい、私も実際に今ちょっと読み始めてる最中なんですけど、はい、タイトルと言葉だけでも同じ女性としてもちょっと過激すぎるんじゃないのかなとか、行き過ぎてるんじゃないのかなと思って読み始めてみたんですけど、読み始めると割と
当たり前のことが書いてあるんですよ、うんうん、すごい真新しいことってよりもすごく当たり前なんだけど、あえて活字にされるとなんかだんだんグーの音も出ないというか、はい、うん、あ、なるほどなるほどって思って今読み進めてる最中なので、うん、きっと今もしかしたら嫌悪感抱かれている、特に男性とかはうってなってる方いると思うんですけど、はい、うってなってる方こそこの、あの本意外と入りやすかったなって思ってるんで、ここからまたそうですね、どういう話ができるか楽しみ、はい、インパクト強いのでね、だいぶ強いですね、うっていうのはあるかもしれませんけど、はい、中身ね、ご紹介していければと思います。はい、はい、ではゲストをご紹介いたします。まずは仙台で思いがけない妊娠に悩む女性の支援活動をされています NPO 法人、君の隣代表でいらっしゃいます東田美香さんです。東田さん、どうぞよろしくお願いします。はい、東田です、よろしくお願いいたします。こんばんは、ありがとうございます。そしてもう一方、小中高校で性教育講演を行っていらっしゃいます、埼玉医科大学病院の助教で産婦人科医の高橋幸子さんです。高橋さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、ということで一体何が書かれてるんですかということですけれども、シンプルに一言で言うならばですね、こういうことです。はい、射精はコントロールできる、排卵はコントロールできないということで、男性が無責任な射精をしなければ妊娠しないということを、まあ、さまざまな角度から表現しているということです。はい、つまりこれは男性が読まないといけないと、言ってみればですねいうことになってくるんですが、後藤さん、いかがでしょうか。まあ、確かに当たり前のことしかこれ書かれてなかったんですけど、まあ、僕最初に振られちゃったんでそうなんですけど、まあ、これ射精責任というよりかは、まあ、性交責任ですよね。性交渉をするときに、まあ、当たり前のリスクだったりとか、あとは例えばその可能性、よくコロナの時にゼロリスクなんて言われてましたけど、性交渉しなければ子供は生まれないわけなので、なんかそういうこととかも考えさせられる内容かなというふうに思いました。うん、はい、夏野さん、いかがですか。いや、怖いタイトルだねただそのすごく思うんですけど、うん、やっぱり先ほどね、ろくでもない男がっていうお話が、やっぱりこれ経済的に経済力が弱い男性ほど逃げてくる傾向が強いんですよ。で、うちは実はそういうシングルマザーの支援のために今シングルマザー雇用っていうのをやっていて、ほとんどのケースでその経済力がない、まあ、相手が逃げていっちゃって、うん、それでシングルマザーが子育てやりながら、うん、で働くところがないっていうので、今38人ぐらい、いや、シングルマザー、地方に住んでるシングルマザー雇用してるんですけど、素晴らしいです、ね、これがものすごい優秀な方ばっかりなんですよ。みんなろくでもない男に引っかかったってみんなが言ってるっていうことがあって、これ非常になんか、うん、これそのろくでもない男の責任もあるんですけど、うん、これやっぱり若年層の経済力が安定していない背景が、はい、これ助長している感じがして、うん、すごく心配しています。そうですね、今逃げるっていう話もありましたけれども、まあ、否認をしないという男性がたくさんいるという事実も、まあ、書かれているわけですけれども、そのあたりも含めて東田さん、どう受け止めていらっしゃいますか。はい、そうですね、うん、やっぱり否認したがらないっていうお話はよく聞くんですけれども、はい、まあ、私たちのところにご相談を寄せてくださる、まあ、女性が9割なんですが、中にはもちろんコンドーム使ったんですけれども妊娠したんじゃないかって心配ですって方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりほとんどは頼んだのにしてもらえなかったとかっていうお話は多いですね。うん、はい、うん、そしてその、まあ、否認をしないみたいな今データが出てますけれども、その背景にいわゆる過去の価値観に引きずられてるみたいなこともありませんかという、ね、ご指摘がありますけど、そこはいかがですか。そうですね、うん、やっぱり、男性が性交渉の時は支配権を握るもんだっていうような古い価値観ですかね。うん、はい、まあ、古いっていうか多分今多分皆さん当たり前だよねって、うん、むしろ女性が誘って女性の方がリードするっていうのが少ないと思うんですね。分からないですけど、はい、研究してるわけじゃないんで、はい、でもその価値観ってやっぱり本当なのかなっていうところを問い直していかないといけないのかなっていうふうには思いますね。はい、今のような価値観の話、それからデータもありまして、例えばですね、女性がまあ妊娠をできるっていう受精、まあ、可能な日数というのは、まあ、一生で見て480日なんだと、一方で男性は、まあ、言ってみれば毎日ということなんで24800日だと、これ割り算すると男性の生殖能力というのは女性の50倍なんだと、こういう表現をしたりすることで、まあ、男性が自覚を持ちなさいと言っているわけですね。はい、青茶部さん、どう思いますか。
私はまあ状況にもよるのかなっていうのは思いますね。なんかその否認していたのに妊娠してしまったとかだと、なんかお互いの責任だなって感じはあるんですけど、はい、でもどうだろう、私だったら否認してくれなかったらそもそも性交渉しないっていう方に行くと思うんですよ、はい、そこを許容してしまった時点で女性にも責任あるんじゃないかなって私は思いますね。あの否認についてはこの本の中では否認具についても書かれてまして、はい、つまり男性の否認具はものすごくアクセスしやすい、手に入りやすい、うん、一方で女性が否認をしようとするとその否認具のアクセスとかかかるお金とかそういったものが全然違うと。ですからその意味でも非常に、まあ、男女でアンバランスで、その意味でも男性がきちんと責任を取るべきじゃないかっていう指摘があったりすると、でもその、うん、やっぱり危険性が女性の方が高いのは事実じゃないですか、はい、なので危機管理能力も女性の方が上げなきゃいけないと思うんですよ、うん、なのでその安くするとかアクセスしやすくするっていうのはした方がいいと思うんですけど、なんか危機だなってすごく思ってる人って自分でも否認してると思うんですよ、うんうん、私は否認目的じゃないですけどピル飲んでますし、否認具も女性だけど用意 しますし、なんか男性が 100% とは言えないと思います、うん、男性の中でそのコンドームをつけるっていうのが当たり前じゃなくて特別なことみたいに今はなってしまっている人がいるのかなっていうのはどうなんですかね、うんうんうん、あそうですね、うん、コンドームをつけないのが当たり前っていうことはないと思うんですけれども、つけるのが当たり前、つけるのが当たり前にはなってないかなと思います、うん、それは教育とその小中高の合間に、うん、そういう教育は一応はするじゃないですか、学校でコンドームっていうものがありますっていうのは教科書っていうかね、はい、そのには載っているんですけれども、使い方とか、まあ、そもそもね佐古先生がお詳しいですけども、うんね、まあ、教育の、ね、性教育の歯止め規定っていうのがあって、うん、その要するにペニスを膣に挿入して射精すると妊娠するんだっていうことは学校で教えていないので、うん、そこでコンドームって言われても何人に使うのってなってしまいますよね、はい、高橋さん、ここいかがでしょうか、はい、性教育についてもね本にも書かれているわけですけども、いかがでしょう。はい、性感染症の予防にコンドームというのは中学3年生の保健体育の教科書に、ただコンドームという文字だけ、写真もなければイラストもなければ付け方の説明もないわけですね、うん、で否認という概念が出てくるのが高校生になって初めてっていうところがもうまさに遅れまくってるっていうところになります。で、まあ、高校生になるとコンドームについては出てきますけれども、やっぱり付け方の練習を実際にしてみるとかそういったところまではたどり着いていないなというところです。で、はい、まあ、コンドームを使うことが自分、うん、パートナーを女性を守るだけでなく自分の人生を守ることでもあるんだよっていう伝え方をするようにして、うん、まあ、そうするとこう男の子が今まで女を守らなきゃみたいにばっかり言われてたけど、うん、自分のことでもあるんだなって気がついてくれたっていうコメントをこの間男子校の感想文からもらって、ああよかったなと思いました。はい、その意味でね、その受け止めきれなくて逃げてしまう男性がいるんだってことが、まあ、本にも書かれてるんですけども、一方で女性については、妊娠から途中退場できないんだという表現で本の中では書かれてますと。ですからこの意味でもですね、男性の、まあ、言ってみれば射精責任きちんと考えるべきだということが書かれてるんですね。後藤さんいかがですかね。まあ、この本を、まあ、否定するわけではないんですけど、僕はこれは多分コミュニケーションエラーの部分をかなり課題広告してるなっていうふうに正直思ってます。でなぜかっていうと、例えばまあ男性の否認が確かにアクセスしやすい、もちろんこれ分かります安価 でただ逆に言うと、例えば僕も高橋先生の前でこういう話するのもなんですけど、低用量ピルももちろん副作用があったりとか、我々循環器が見逃せない血栓症の問題とかもあるんですよね。脱水になってはやっぱりなかなか難しかったりとか、なのでケアしなきゃいけないってなった時に僕は医者としてその話をしたことがあったので、例えばどうしてもそれで否認目的で使う、例えばそういう、まあ、まだ虚児希望じゃないっていうふうになった時に、例えばじゃあその金銭的なシェアだったりとかそういうこともそうなんですけど、さっき言った何が起きるのかっていうこと、具体的なものが見えてない。例えば動画媒体で相手方が例えば低用量ピル飲んでるからつけなくてもいいだろうっていう安易に、まあ、判断する人がいると思うんですけど、ここもコミュニケーションエラーだと思うんですよね。例えば大事な彼女がもしもそれを飲んでいて血栓症でもしも亡くなってしまったらってなったら、実はその費用負担だったりとか精神的なケアとかも必要になってくるので、うん、そういう部分でも飲めばいいだろうとかアクセスがいいから だけじゃなくて、これはもっとおそらくこの本の部分以上に
現実を直視しなきゃいけない部分が多いなっていうふうに思ってます。実際のところ男性がどのぐらい買ってるんでしょうねっていう気がしました。そのつまり あまりにも女性の大変さがあって辛い思いをしてる人が多いのに男性があまりにも何も気づいてないってことを女性の皆さんが読んだときにすごく納得したのかなって。で結局書いてあることは男性が自覚しないことには解決しませんってことなんですね。いかに男性に読んでもらうかが勝負というとこなんですけど、どうやって読んでもらうかっていうのは結構難しいかもしれないっていう。これでもいい男だったりとか今なんかちょい悪親父とかいろいろなんかキーワードがあるじゃないですか。これってもしもこの内容通りもしも男性がリードできたら世の中も優しい男の人たちばっかになりますよね。なのでそういう意味でも読むことは必要かなとは思うんですけど、だそのジェントルさをどこで学んでいくかってところもポイントじゃないかなって思いますよ。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。